忍びがなぜ俺たちを助ける？あなたたちのリーダーがおかげさまに救出を依頼したんです。そうだったのか。頼む、まだ仲間が残ってるんだ。そいつらも助けてくれ。安心して、仲間は何人ぐらい残ってるの？この近くにあと5人残ってる。早く助けてくれ、お願いだ。任しとけ、バッチリ助け出してやるってばよ。Thank you.
っしゃ、これで3人目だ。あと2人残ってるはずだけど。他に隠れるところなどなさそうなんですが。
って今さらお前が言って何になる。それともわしの区別以上の働きがお前にできるというのか。貴様、3人で殺張りせれば。何？返事は奴らの手に落ちた。盗賊で救出された。今この葉を攻めれば一石二鳥になるということか。そうだ。いや、クルーズに調べさせたが最後の念珠は木の葉にはない。奴らは念珠の確保に失敗し、その行方を見失ったらしい。お前たちは再度念珠の探索に当たれ。あんたもどうするんですか。後派の連中が保護した盗賊どもを始末する。これ以上余計なことを喋られると面倒だからな。承知。この派のやつら今度会ったらただじゃ浮かないよ。うん。そんなに大量の区物を送り込んできたのか。はい、アジトを包囲していた区物だけでもかなりの数でした。倒しても倒してもキリがねえんだ。どうやら奴らは相当な戦力を補充したらしい。だがお前たちのおかげで盗賊の首領から情報を引き出せたよ。本当ですか。あ、盗賊の首領が一族の者から聞いたところによると、白金一族はかつて風の国の辺境で暮らしていたそうだ。だが五大族相手に反乱を起こして滅び去ったらしい。反乱？
彼らにはそんな過去があったんですか。小さな一族だから記録はほとんど残っていないがね。でも師匠、風の国に住んでた一族なら砂隠れの里に記録が残ってるかもしれません。そうだな、早速連絡しよう。3人ともご苦労だった。今日は休んで次の任務に備えてくれ。白金一族、恐ろしい敵でした。しかし負けるわけにはいきません。おう、やつらは俺がぶっ倒してやるってばよ。僕もやりますよ。頑張りましょう、ナルト君。はあ、任務が終わったばっかなのに元気